あの、基本ですね、僕がやってる、その、ドリームハートっていう、えー、東京 FM の番組に、TikToker の周一郎さんが来てくださって、周一郎さん、あの、200万人、今、フォロワーいるんですけど、ですごい、いろんな話してた時に、その、うわ、これめっちゃいい話やんって思って、思わず立ち上がりそうになった瞬間っていうのがあって、そういう時ってあるんですよ。で、それが何だったかっていうと、周、まあ、一郎さん、その、中央大学のね、ドイツ語管にいらっしゃるんですけど、 あのー、まあ、八王子なんだよ、中央大学ってね。で、周一郎さん、福岡から東京に出てきたときに、まあ、中央大学入ったんだけど、うんなんか、ひろゆきも、ひろゆきさんも中央大学なんですよ。で、その、おひろゆきと一緒だって、ダブ、ダブ、トゥートップだねって言ったら、いや、秋元康さんもいるよって言って、うわー、秋元さんもそうなんだって言って、で、その時にね、その周一郎さんが言ってたのがね、いや、あのー、まあ、要するに、八王子に言うかなんかその、下克上の気持ちが、 強いって言うんですよ。あの、東京の例えばど真ん中にある大学とかに比べて、もう、芸国庁でやったろうじゃねえか、みたいな <laughs>。あの、周一郎さんの表現で言うと、セカンドのポジションだから、中央大学は。だから、芸国庁でやったろうか、みたいな話になるっていうね、そういう気分があるって言った時に、めっちゃいい話、今俺聞いてるなと思ったんですよね。で、もちろんだから、中央大学はもう立派な大学で、 例えばあの、法学部とか法科大学院とかはね、昔から本当に定評があって、いや、素晴らしい大学だったんですけども、その、セカンドだからこそ俺たちやったるでって下克上って話はめっちゃいい話だなと思って、いや、確かに、だから、ヒーローユきにしても、シュウチロウにしても、秋元康さんにしても、あの勢いっていうか、クリエイティビティって下克上だったんか、みたいな。 そういう時にね、なんかね、ああ、もちろんそれはいろんな意見もあるでしょうし、あの、だけどその時に何か、つかんだなって感じがするんですよね。中央大学の皆さん、本当にあの、えっ、ー、と、昨日、昇一郎さんから聞いてたら、あれですよね、えっ、ー、と、なんだっけ、慶応が最寄り駅だっけで、立川とか八王子で飲むとことが多いとかおっしゃってましたけど、下国上っていい話じゃないですか。僕はそういうスピートっての大事にしてやる。 行ったらいいなと思うしそれはみんながある意味ではセカンド全員がセカンドだから人間っていうものはね全員がセカンドでやっぱ下克上で上がっていこうぜというのはみんなが忘れないで胸に秘めていた方がいい思いだと思うしそれは昨日翔一郎さんから聞いていらしだなと思いました無限長です <laughs>